はじめに断っておきます。決して霊的なものをからかってはいけません。とりわけ単なるいたずらなどで霊的なものに関わり合おうなどとは思わないことです。そういえばあなた方にも思い当たる節はありませんか。そんなはずはないのに、いつの間にか見覚えのない傷が体のどこかについていたとか。あなたにもきっと覚えがあるはずです。静かに。小川リマ、メキシコから帰国しました。どうだ、美人だろう。リマです。どうぞよろしく。だからってボケっと見とれるんじゃない。じゃあ席はと。今度僕と原宿へでも遊びに行きましょう。バカ、お前なんかと付き合うか。リマさん、僕とテニスでも。やぼやぼ。リマさんは遊ばないの。美しい人は遊ばないのよ。どうしたんだろう、あの人の目を見た途端体中にゾーッと電気が走って。こんな変な気持ち、私の中に何が起きたの。いないけど、なんだかとても怖い夢を見てしまった。窓が。
マサミ、首のバンドエイドどうしたの？え？知らないわ。寝ている間に傷がついていたのよ。寝てる間に？あ、やめて！うん。何よ、大したことないじゃない。大げさね。あのリマって人はどうしたの？ああ、そういえばあんたあの人のことばっかりずいぶん熱心に見とれてたわね。病欠だそうよ。男子生徒がそう言って騒いでたもん。え？嘘よ。不思議だわ。いつの間にかあの変な気持ちが消えている。それどころかワクワクしてくるなんて。窓から誰かがマサミの部屋に入っていったよ。え？おじいちゃん！マサミ、まさか。バカバカしい。冗談きついわ。私の部屋は2階よ。でも、あのわし、ゆうべはやっぱりまた寝ぼけとったようだ。おじいちゃん、この頃本当にボケてるんだから。でもマサミ、ちゃんと鍵かけて寝るんですよ。風がきついし。わかってるわよ。私は見入られてしまったのでは。小川リマが転校してきたわけというのは、もしや。吸血鬼だって？笑い事じゃないわよ。マサミ、お前さ、小川リマの美貌に嫉妬してんじゃないの？違うわよ。朝起きたら窓が開いていて、それにまた傷から血が流れていたの。リマが来たのよ。どうしていいかわからなくて、それで梅津くんに聞いてもらうしかなくて。リマという人は本当は何なの？何をしに転校してきたの？本当にメキシコから帰国しただけなの？向こうには何か呪いとか伝説があるの？ああ、調べてみるよ。それより
ビデオで盗み撮りしたらどう？もしあと一晩我慢する気があるならね。これで準備ができた。窓がちゃんと入るようにアングルを工夫しておいたよ。私本当に大丈夫かしら。目を覚ませ。ああ、怖い。まさみ、今までで一番怖い夢だったわ。ものすごい怪物よ。口の中に牙や管があって、私吸われてしまった。私何かを忘れてしまった気がするの。私夢の中で雲やそれから何かをまじないみたいなもので防ごうとしたけどダメだった。今でも体が。あれはきっとリマという女の子よ。あれに映ってる。マサミ、お母さんは外に出ていて。なぜ。さあビデオを見てみましょう。どうしたの？見ないの？怖いの。見るのがとても怖いの。じゃあ僕が見るよ。ビデオは一人で見た方がいいよ。見たい。でも見ることができない。見るともっともっと恐ろしいことが起きてしまうような。どうしても見ることができない。恐ろしいものが映ってるからだわ。人にも言えないような。リマさんはどうなのかしら。怖いけど見に行ってみよう。ああ、何をやつれてしまってますます吸血鬼だわ。病人のふりをしてカムフラージュしてるのよ。マサミ、小川リマがもう転校しちゃったの知ってる？え？なぜ？知らないわ。お化けに取り憑かれたそうよ。あ、マサミ綺麗になったね。え？あ、まさか。
昔綺麗になったみたい。喉の傷も治ってるし。変ね。あの人がいなくなったからだ。それで呪いが解けたのよ。でもどうしてもこのビデオは見られない。なぜか見ると良くない気がして。そうだ、やっぱり思い切って見てみよう。うなされている私が映っている。マサミさんだったら撃つのだけはやめてください。人間のはずがあるか、化け物だ。マサミさんだ。マサミさんは雲は嫌いなんだ。はそいつは人間なんかじゃない悪霊だ。今早くまじないの線香を。
何言ってんのよ、こんなの怖くないわよ、大爆笑なんだから。グワーグリーン吸血狼ドラクロ女なっちゃってねえ、ちょっとトイレ借りるね。ビールの飲みすぎよ。あったり、次のビデオ用意しといて。こりゃちょっち散らかしすぎかな。ナナコのやつホラーしか借りてこないんだから、どれにしよっかなと。あたしホラー苦手なのよね。わねえねえミコ、何？やっぱり探検に行こうよ。いやよナナコ、あそこは幽霊屋敷よ。噂ではね。本当に出るのよ。見たことあるの？それを確かめに行こうよ。ね、どう？反対！絶対反対！絶対に嫌！だってあそこはもうすぐ壊すのよ。何言ってんの？だから行くんじゃない。あそこはこの町唯一のお化け屋敷なんだから。まあそうだけど。だったら一度ぐらいは探検しとかないとね、青春の思い出にさ。乗らない！ねえ、絶対に乗らない！だってあそこって殺人事件があったんでしょ。私は焼身自殺があったって聞いたけど。で、本当は？知らない。そんな。でも出るって。だから確かめるんじゃない。そのうち何年も経って、あの時お化け屋敷を探検したねなんて思い出になるかもね。そんな思い出いらない。ミーコン送ってってよ。コンタ丸見えよナナコ。ねえ、ちょっと見に行ってみようよ。ねえねえ、ちょっと見るだけだからさ。もう見るだけね。そう、見るだけ。
七子用意いいね。懐中電灯なんか持ち歩いてるの？痴漢よけスタンガンも持ってるわよ。何してんのあんたたち。それはこっちのセリフ。伝えたちも幽霊屋敷に興味があるんだ。まあね。しかしさすが気味悪いな。よし決まり、レッツゴー。ねえやっぱり怖い。ナナコ見るだけって。ナナコ待って。猫か。風でドアが閉まっただけよ。あれ電池切れかな。嘘。いや、私探検する。何もないわ。案外つまんないの。私は怖さで今にも心臓が破裂しそうなんですからね。そうなったら本当に怖いだろうな。やめて。まあまあ仲間割れはそのくらいにして。
子供部屋よ。うん、オルゴールの中には小さな指輪がいっぱい。気持ち悪い顔してるわ。リアルすぎるのよ、これ。何？このシミ。血。あ、さあ、帰ろう、ミコ。Thank you.
ミーコったら、いくら読んでも気がつかないんだから。何考えてたの？リコ、無事だったの？え？何が？私は無事よ。うわあ、よかった。あんなことあるはずないもんね。私を脅かすためのトリックだったのね。何が？ねえ、それよりこれ見て。いつの間にかこんな傷が。ミーコ、昨日は怖かったわね。私にはそんなものないわ。そんなものないわ。よかった、私にはどこにも傷がないわ。それじゃ、ナナコは、ナナコはどうなのかしら。私たちは本当にあの幽霊屋敷に行ったんだろうか。確かめなきゃ。少女たちは幽霊屋敷を逃げ出し、再び幽霊屋敷へ確かめに戻ってきた。というのは、本当は戻ってきたのではなく、幽霊に襲われて倒れる一瞬に見た夢だったのかもしれない。